ここみたいな、でそこからこう振りに行くので、ちょっとやっぱクラブをしならせるって意味ではちょっとそれ不利かなっていう。くるくるって、私こうやってなるの。こうやって、そっちやってほしいです。この太ももを近づける方、パニーボーンをこっち向ける、パニーボーンイメージで上げて下ろしたらインサイドになるんじゃない。ゴルフ業界を盛り上げよう、ということで始まりましたチェケラーゴルフ。はい、まあ、皆さんここご存知の通り、また学芸大ゴルフスタジオにお邪魔しちゃいました。だから子供ってこうやってあげるのかな。あ、子供関係ないか。それで子供は、でも子供はね、あれなんですよ、筋力がないからそう上げたくなるんですよ。筋肉で上げれないから骨のロックで上げるんですよ。骨ってこう伸ばしたらコーンってはまるじゃないですか、うん、ポコン。その時って、ね、これ伸ばす筋肉ってこっちじゃないですか、うん、でパコーンってなった時ってこっちめっちゃ緩くないですか。硬くならないですよね。そう、この状態でこうやって支えてるんですよ、子供って。力ないから、この骨ロックで。ああ、そう。で、上げるからこうやって上がる。だ結構骨には負担かかってるかなっていう。やっぱだからすごい軽いクラブとかでやった方がいいかなっていうのはあるですね。肘痛めちゃったりするんで。ゴルフ肘？ゴルフ肘とかにもなりやすいし、この動きって、こういう動きでゴルフ肘になるんで、ちょっとこう、こっちが緩んで、そう、骨ロックでこうやって上げてると、ちょっとこう、骨には負担かかるんで。そう。っていうのはちょっとドライバー結構難関なんだけど、ドライバーいけますよ。同じイメージずっと内側向けて、そう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 、え、どう？なんかこれすごいアンダーが来てるようなイメージになるんだけど全然なってないよ。これスクエアぐらいですかね。あ、ちょっとクロスだけど、そう、肘はでも全然、うん、そうそうそう、こんな、え、でもさ、クラブパスが 0.9 って奇跡的な感じなんですよ、私的に。多分プラス結構出るっすよね、3とか4とか。ギャンギャンドローなんで、うん、そう。これが消えるだけでも寄れなくなるんで、今球見てもほぼまっすぐだと思うんですよね。そう、そう、この 0-0 は素晴らしいですね、やっぱ。え、ちょっと待って、でも私飛ばないんですよ、はい、200、キャリーで200行かせたいなっていうところなんですね。なるほど。うん、いいんじゃないですか。これさ、やっぱ飛ぶっていうのはヘッドスピードが速くないと飛ばないのかな。そうですね。あと結構マイクさんの場合は、トップを作ろうとしちゃうかなっていう、トップポジションを。あ、そう、それはちょっとこうクラブの動きが一回止まっちゃうんですよね、そこで。そう、一回こうね、トップのポジションを作ろうとしちゃうんですよね、ここみたいな。でそこからこう振りに行くので、ちょっとやっぱクラブをしならせるって意味ではちょっとそれ不利かなっていう。そう、やっぱしならせたら飛ぶ、まあ、飛ばしって技術っていうじゃないですか。そうなんで、そう、ちょっとそういう感じはあるんで、もうちょっとクラブをね動かし続けた方がいいかなって感じ。流れが止まってる。そう、止まってる。そう、ちょっと止まってる。ちょっと一瞬トップ止まるんですよね。そう、癖ついちゃってる、このままね。そう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 。あ、なるほどなるほど。このまま行ったろう行ったろうという感じで。おわ、イメージ的にこう、そう、そのぐらいやっていくといいかな。めちゃくちゃ動いてる。そう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 。ちょっと待って、まあ、ちょっと怖いんだけど。これなんかやってる、なんかやってないから。え、だってさ、ちょっと、しかも当たってないんですよ、私の感覚。今の振ってないから、ね、動き続けようと思って。でアタックも多分プラス、多分いつも強いと思うんですよ、もっと強い。そう、でもこれも収まってきて、パスも収まるんで、そう。え、ちょっと待って、今の感覚、トップ作らないで、あ、そうそうそう。だから切り返しちょっと早くっていう。あ、そういう感覚でいいですね。あ、そうそうそう。今ぐらいトップいらないですよ。めっちゃ小さくないこれ。トップの位置いらない。あ、ちょっと待って。でもトータル210になってきた。いらないです。そう。でもこれ多分アンダー来ないんじゃないですかね。レイドオフして、こうアンダー来ないんですよ、あんまり。なんかかっこいい。待って、なんでかっこいい。だこの今の切り返しやってほしいかなって。なんかイメージは、これゴルフのイメージしちゃダメなんですよ。ゴルフ、ゴルフも座りに来てるけど、ゴルフのイメージしちゃダメなんですよ。なんかゴルフって難しいじゃないですか。なんかなんとなく難しいイメージあるんですよね、うん、僕。なんで、イメージ、これまあ、こう振り子やったじゃないですか、原理原則で。森さんで、
ここがここちょっとブランコだと思ってほしいんですよ。これがこれブランコで、ここに毎日さん乗ってるんですよ、うん、乗ってる。こっちにもこう紐あると思っていいです。そうで、これをね、この位置を変えずにっすよを強くしようとしたらどうするっすか。え、漕ぐスピードですか。じゃあここをね、何もしないの、これを何もしないでこいつを強くするって、これをここ上がった時にこうやってやりません、うん、これどうすか。こうやってやる、そうやるっすよね。でこれを最大にね、あの強くしたい時って、このゴルフでいうトップポジションってここじゃないですか、この振り上がった最後のところ、ここに来てからこうやってやってもあんま強くならないと思うんですよ。この来るちょっと手前でこうやったら強くなるじゃないですか。わかります。めっちゃ工具のうまい。そう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 。めちゃくちゃ工具。クルーンもある。めちゃくちゃ工具。めっちゃやってるから。めっちゃやってるからね。そう、めっちゃやってるからこれ。そう。でこの来るちょっと手前でね、こうやってあげたらいっぱい焦げると思うんですよね。そう。そのイメージをスイングで思ってほしいんですよ。自分だったら、ね、今まあここでこうみたいな、そう、今ファニーボーン内側イメージ上げていく、でここでこいだら一番 いけるかな、そう上がってって、ここで自分だったら、ここに乗ってたら自分が、ね、こうクラブ上に上がっていくわけじゃないですか。それを今自分だったらここでこぐなっていう位置を、それも感覚で肌じゃないですか。だからクラブに乗ってると思ってほしいんですよ。クラブに、そうクラウン部分に毎日これ乗ってるんですよ、こうやって、うん、でこういつ漕ぐかなみたいな。あ、そうそうそう、多分そうならないですか。そう、なるほど、そうそうそう、早く焦がしてあげようと。そう、早く焦がして、おお、そしたらなんかトップであんま止まんなくなってくるかなって。なんかドラゴン選手 の理由が分かるかも。そう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 、こうやって足やってるのが、そう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 、で今の早めていくと、あ、ちょっと消えちゃったけど、今の早めていった時って切り返しトップ作って受け止めないじゃないですか、クラブを、クラブの重さを一回受け止めちゃうと、ここでアンダーが始まるんですよ。こう受け止めてからハイスタートだと始まっちゃうけど、行ってたものを引き戻してる場合ってアンダー入んないですよね。そう、ちょっと待ってよ、そう、重さ感じすぎちゃってる感じはある。そう、クラブ、あ、そうなんだ、そうそうそう、ブランコこいで、そう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 、止まんないようにしたいですね、クラブが。もっと早くてもいいですね、切り返し上がってここで。ちょっと待って、一つすごい脱線してもいい、飛距離を伸ばすためのトレーニング、縄跳び聞きました。やっぱ体のことを詳しいから、縄跳び誰でもできる縄跳びですね、それは。飛距離を伸ばすから二重跳びしてほしいです。二重跳び、二重跳び、なるべく二重跳び。なんでですか。で、できなくてもいいんで、あのね、これ結構あるんですよ。なんかその飛ぶ時もにこう二重飛ぶ時ってこうするじゃないですか、うん、こうやって、で 2個飛び方あると思うんですよね。ちょっとこうやってこういうちょっと女の子っぽい飛び方と、 あとこう寄せる。そう、こっちをぜひやってほしくて、でゴルフスイングってのする時って、あ、私こうだ、そうそうそう、こっち、こうやってやる、そう、こっちをやってほしい。エビだもんね、そっちやってほしい。エビ飛びだ、私。え、これさ、1、2、3でくるくるって、私こうやってなるの。こうやってそっちやってほしいです。この太ももを近づける方。待って、引き寄せない方どうやってやるんですか、逆に。引き寄せない、こうやって。あ、いるいる。あ、そうですね。あと結構固める人もいるんですよね、こうやって。あ、いるいる。だいたいの刺激からね、こういう感じでね。そうそう、そういうのじゃなくて、わざと下手にやってほしいんですよ、二重跳びを。で、引っかかってもまたすぐ始めるみたいな感じで、まあ、20回ぐらい目安にやってほしいかなって。1日1分で終わるんで。で、そう、あの結構その飛ばしたい時ってやっぱ腹圧とか上げるってよく言うじゃないですか、うん、その効果もあるんですけど、で丸々っていうのもすごい大事で、ここで切り返された後にやっぱ伸びてくる、伸びちゃうとこれクラブ加速する方向に行かない、クラブも降りてこないですよね、クラブが。まずそうなんで、この起きる動作っていうのがこの手を下げる動作を阻害してしまうので、で、あ、届かないな、本能で察知するんで、こう落としたくなる、こう、それがこう腕が遅れてアンダー入ってきてハンドレートっていう、こういうちょっと流れになっちゃう。そうなんで、ここでいかにちょっとこう丸まれるかっていうのも重要かなっていう。
丸丸こうやってこうやって落とすんじゃなくて二重跳びチャレンジ二重跳びのこういうこういう丸まり方ができたら手が勝手に降りてくるんで腕遅れもしなくなる、したらハンドファーストにも当たるんでそう飛距離も伸びてくるかなって思うんで、誰でもできるってなったらやっぱり縄跳びとか、まあ、ただジャンプしてもいいですね。あ、ジャンプでもいいんだ。でもやっぱ道具を使ってほしいっていうのもあるんですよね。縄跳びってこう回すじゃないですか。回すのってね、こうやって回してこの右回りと一緒なのでずっと縄を引き続けてる状態なんで、そうちょっとこうゴルフに近い部分もあるんでこう回すっていうのは重要なんで二重跳びやってもらっていいかなって。二重跳びやろうかな。すっごい聞けちゃったけど、そうそういう、そう二重跳び結構いいですよ。そうそう僕今教えてる子にやってもらってるんですけど、結構ね速上がったりする。見てください。あ、そう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 。でもっと手を早く下ろしてほしい。バーンいいじゃん。え、でもトータル飛んでるのよね。トータルはいってるっすよね。そういい感じ。いつもこんぐらいですかトータル。トータルそのぐらいかも。やっぱり筋力が落ちてるというのがすごい分かりましたでももうクロスはしないですね。いやちょっと待って、ダウンタウンのあの検証みたいな感じでやってほしい。本当に猿腕の人はこうやってやったらみんなレイドオフになるのか。ほらこれ入ってなくないですか。そう今クラブこの向きなんで入ってない。そう入んなくなるんで、マジでやってほしい。そう、まあ、レイドオフってね、あのオンプレイに下ろしやすいって言われてるんで、まあ、ちょっとこうレイドオフ方向には行くと、まあ、さんの場合はアンダー治るかなっていうので、これやってもらったら結構いいかな。いいじゃん。でも待って、これめちゃくちゃ楽なんだけど、うん、考えること減るでしょ。減る方がいいんですよ。だってこのままスッて上げるだけだ。そうだからあんまりなんか考えることを増やしてほしくないなっていう、スイング中にもう考えれても1個とかだと思うんで、まいちさんの場合は肘の向きだけ考えてから。もしかしてこうやって女の人で猿背の人でもこうやってその、はい、パニーボーンをこっち向けるパニーボーンイメージで上げて下ろしたらインサイドになるんじゃない。それはインサイドで下ろしやすい。めちゃくちゃなると思います。カットとかの人、うん、それもあると思う。だってこのままロックされてるままそのまま下ろせばいいから。そう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 。これをなんかあれしてたらこういろんなことできちゃう、うん、そうだから固定感とか剛性ってちょっと実は大事だったりするんですよね。そう部分的には剛性大事、そう剛性、まあ、硬くするのは重要。例えばだってここで構えてもらって、まあ、ちょっとアイアンでいいかなと思うんですけど、この状態でめっちゃ肘、ね、猿でファニーボーン意識でこれで例えば手首だけ使ってパンって上げたらこれインサイドイン確定するじゃないですか。こうやって打つってこと。これインサイドインになると思うんですよ、うん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 、普通に打ったらそのまま手首だけで。そうこれ結構チョン打ちって呼んでるんですけど僕ら。そう本当このまま打っていいですか。じゃあ打っていいですよ。このバーンって投げないで。そうこれインサイドイン確定するじゃないですか。そうだからこの状態がなんか崩れないで触れてたらインサイドから降りてくるんですよね、やっぱ。そうだけどさっきみたいにちょっと肘外れたりとかね、ちょっとこう体頑張っちゃったりして体先行してきたりとかするともうその状態が破綻しちゃうんで、そうインから降りてこなくなっちゃうかなっていう。そう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 っていうのはあるっす。私感覚今までやってたから感覚で言われるとすごい分かりやすいっていうのが分かりました今回。うん、そうですね。あとはまあそうですね、それ一番です。自分の体にここにボールあるけどボール意識しないでって言われても、うん、意識しない、じゃあどうやって打つのってなるけど、ここ意識してって言われたら、はい、でもここ意識しながらボール打っていいんだと思ったら、うん、なんかこう体が素直に動いてくれる気がする、はいはいはい、うん、で多分楽じゃないですかスイング中っていうのもすごい重要で、やっぱ苦しい中で力出すとか速さ出すって無理だと思うんですよ。あんまりできないことかなって思うんで、なるべく体が楽な状態でこうクラブを振るっていうのも技術の一個かなっていう感覚の中で、そう技術の一個かなって思うんで、そう今みたいに体、ね、何も、生まれ持ったままでやってあげたら、そうもっと楽に振れるし自然にオンプレーになるしみたいな感じで考えてもらっていいかなと思うんで。そうということで、一発で、まあ、一発というか、まあ、意識で変わってしまったという、これやらせでもなくびっくりします。私が一番確かにね、
そう。でもやっぱ本当にいろんなレッスンの仕方があるけど、でもこう皆さんが言ってること同じだけど、今回私のこう一個のワンポイントはこの意識的な問題であの問題を指摘するから、めちゃくちゃ分かりやすかったな。やっぱり芸に原則だなと思いました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。登録エンチェケラウトップ選手もポップに編集、鏡の前コックの練習、グッと心に刺さら Thank you、 グッドボタンプッシュエンチェケラウト。